モナリタークルは、インドのプレイバックシンガー、女優。ナショナルフィルムアワード、フィルムフェア賞受賞者。コルカタのベンガル人音楽家家庭に生まれる。父シャクティタークルは歌手、アネメフルタークルは、プレイバックシンガーとして活動している。タークルは、ジャグディシュ・プラサードとアジョイ・チャクラバルティから、ヒンデスターニー音楽を学び、この他にヒップホップ、バーラ・タナちゃん、サルサを学んでいる。 彼女は高校や大学の学内コンテストで歌手活動を始め、地元の音楽イベントにも参加した。14歳の時にスリ・ロム・クリシナでアナンダ・ローク・プラスカルの最優秀プレイバックシンガー賞を受賞した。インディアンアイドルで9位に入賞したことで人気を集めるようになった。ナショナルフィルムアワード最優秀女性プレイバックシンガー賞を受賞するモナリタークル。 インディアンアイドル出演後、タークルはプリータムチャクラボルティーからレースの2曲、クワブデケイ、ザラザラタッチメの歌手のオファーを受けた。もともとは1曲のみのオファーだったが、レコーディングを見た、アッパスイコールムスタンに実力を評価され2曲目のオファーを受けた。ザラザラタッチメは2008年上半期にラジオで4番目に多く再生された曲になった。また、タールは同曲で、 国際インド映画アカデミー賞最優秀女性プレイバックシンガー賞とプロデューサーズギルドフィルムアワード最優秀女性プレイバックシンガー賞にノミネートされた。タークルは2年間ベンガル音楽番組ベンガディ・サリがマパスカル・エル・アイ・エル・チャンプスの審査員を務めた。同時期にはキーホベ・ビッグ・スト・ファンやコーク・スタジオにも出演している。2014年にルテラで歌った。 そうオるンで、フィルムフェア賞最優秀女性プレイバックシンガー賞を受賞した。2016年には、ダムラガー家敗者で歌った、もうもうけなげで、ナショナルフィルムアワード最優秀女性、プレイバックシンガー賞を受賞、フィルムフェア賞最優秀女性プレイバックシンガー賞にノミネートされた。幼少期に、ベンガル語、テレビシリーズ、オーラ・キート・イー・クインズで主役のインズ・バーラー役を演じた。 引き続き日本のテレビ映画に出演し、2007年にラジャセンのクラチナ・コンター・ウィルで女優デビューした。2014年にナーゲーシュククヌールのラクシュミーでボリウッドデビューする。同作は人身売買と自動売春を題材にしており、タークルは売春被害に遭う15歳の少女役を演じた。アッパスタイヤーラーのマンゴーやベンガル語短編映画、 ジャングルベルズにも出演しており、PK やシークレットスーパースターでは亀を出演している。ありがとうございます。